幾代さんが境内でやられたんです。なぜやられたかというと、当時の軍部政権を揶揄したというな、昔から唐用で織家と書く三代目言うけど、今まさに三代目になりやれないか、全くその通りですね。明治大正昭和で古家と書く唐用で織家と書く三代目言って、私幸男さん先生の大恩人さんですね、理解をずっと守り続けてきた。あれは三段でも豊川辺りの斎藤さんというこれは立派な方ですね。軍部を堂々と批判したで通用された立派な方はおりません。その根性はやっぱり三段持ってもいいやん、言うた別に政治家並んでもいいけどな本当に立て替え立て直するんじゃなくて、その根性を持ってもいい、先生の根性は受け継いでいいから、根性より誤解ありますよ。でそういう面でやはり明治憲法は憲法なりの良さというのがある。やっぱり議会制度、民主制度というのはやっぱり一応は根本的に精神的に守られているんですね。でそれを勝手にですね、軍部が拡大解釈したりなんかするとそれを見とる日本見とるんだ、ここにある、でそれを立て直していかないかという、この大事な今立て直しの時でございます。それより積極的に、より一層皆さん方のこの120年代の予期表をきちんとして頑張っていただきたいと願いたいと、えらい時間をかかりました。以上終わりましてご質問だそうです。では時間を限らせておりますけど、あと5分延長させておりまして、お一人お二人ですね、ご質問ございましたら挙手をします。この講座の前にあらかじめ何か質問をされたいとおっしゃってますが、このようなそうですか、お見えになってませんか。代用でございますので、では先生の今日の講座をですね、はい、質問というほどでもないんですけれど、私浜松、静岡の浜松府院から来ました大谷と申します。私がおります浜松というところは、湯と水、これは今の愛染、改めて愛染ですね、愛染のもう最も盛んなところにいるわけです。まあ、私自身、浜松分園の中ではこの連合の方に加盟しているものは私一人なんですけれど、まあ、そういった中から伊豆と水と の、その動きですか、そういったものがよくこの耳に入ってくるわけです。というのは、まあ、私の父自身がもう浜松の分園長をやっているものですから、まあ、そういったところでいろいろあるんですけれど、先ほど、A 先生が言われました、今後教えについての一本化を図らなければ、やはり分派という形で、これから20年後、30年後は、そういった方のことが起きやすいではないかと、それを聞きまして、やはり、そういった何ですかね、本当の教えっていうんですか、また、四代教主の名古屋様の、あるいは A 先生の大元の対する神様、大元の神様に対するですね、お考え方、あるいはこれから連合として、進んでいく、どういった考えをお持ちで進んでいくのか、そういったものを一本化していかないとなかなか難しい面が出てくるんじゃないかと思うんです。と言いますのは、この伊豆と水の方からでもですね、すでに、例えばですね、ノリトのことにしてもですね、夕飯に挙げております雅の言葉、そういった内容についても
やはりあのは土産の言葉と同時に祈願祝詞も入っておると。内容を見てみますと、私自身もその祝詞の本を読んでみますと、土産の言葉のでありながらずっと読んでるとやっぱ祈願してるわけですね。内容が。まあそういったことがですね、やっぱあのそのユートリズの方から指摘があった場合に、残念ながら私の力ではそれを言い返すことができないわけです。まあそれとかそういったもののもののたくさんいろんなことがあるんですけど、まあ残念ながら私の力ではそれに対抗することができないものですから、もし、ですね、こういった、研修会とこういったものを含めた中で、やはりそういった教えというものを各あの連合ごとにですね、またあるいは東海連合、全体連合で、主催する中で、そういった直接的教えを被りたいと。かないと、これはあの例えばですね、私がある未信者の方に、大元とはこうですよと言った場合ですね、私の言ったことが全て大元の考えだと取られるわけですね。まだうちの親父が言ったこと、あるいは第三者に述べたのは、それが大元の全ての考え方だと取られるわけです。これは大きな問題ですよね。一人が言ったことに対してそれが全体的に取られてしまう。そういうことを考えていくと、もっともっと勉強というものを統一化していかないと、大元というものがいろんな方面にいろんな風にとらわれやすいではないかと私はこれも思うんですけど、せっかく静岡のお方がですね、ミルトのことを練習しながら根本的に教えの統一を図れと誠にご持ち込みます。その通り、ところがですね、私、まあ、今言うと見るとどういうようになっとるのか本当はあんまり勉強しておりません。最初はまあ興味を持っておりましたし、最初は向こうから機関紙も届けてくださったけど、その後さっぱり、まあ、見えちゃしちゃない。本当にそんなこといかんと、まあ、大変。まあ、身体がなくなったか知らんけど、眼視は今後は連絡は全然ない。今何をされてるかもわかりませんので、そういう具体的な祝詞のあれは私も何を、どのように糸水がされてるのか、その点は不勉強です。ところが、まあ、祝詞と限らずですね、根本の教えというものが確かに戦後でもですね、大変まちまちなってきたところに本当はこういう分裂問題が起こってきたんです。でそれは私が今さら何も木月さんを人格的に個人的に憎たらしいと思って批判してるわけじゃない。一、それは現象に過ぎない。今さら書かれたのは大元教師の権威言うて、三室一美さんが書かれたのは57年の5月号の大元誌なんです。その前にはやっぱりいろいろと異質な説が出ております。で私が追放されたのが56年の正確には9月の13日の第56回の総大会で全部剥奪したというわけで、確かに三室さんはまあ
鳥町佐渡のコウモリみたいにですね、この方が最長の責任者になっていろいろとおかけになってるけど、おかけになったのはこれは私が個人的に言うんじゃなくて、私はずっと先輩の方々、亡くなった奥見先生、あるいは佐藤先生、そういう立派な方々、あるいは今日生きておられる、まあ谷前さんとか、あるいはまあかつての議長もされ、それから選挙議長もされとった安本さんで、そういう方々のですね、生徒は一緒なんです。でその頃からおかしいな、おかしいな、困ったなとみんな言うとったんです。ところがですね、つまりそこら辺が弱かったといえば弱かったわけですが、やっぱり三代様に遠慮したんです。で三代様はね、まあ、その三浦五木君までは最高神人なんですね。主人の権限者だったんですね。状態じゃないんです。どこにそんなことを物語に書いてあるか、ね、書いてないです。自分が勝手に言うと思うんです。あるいは拡大権者です。でこういうのをはっきりさせなきゃいかんのが最強意味です。ところがですね、まあやっぱり三代がおられるので、みんなやっぱり遠慮するわけだ。で、そこら辺がやっぱりね、力がなかったりするんだね。それからやっぱりね、これ先ほども言いましたように、一番根本は、節さんがあれほどはっきりおっしゃってるにもかかわらずですね、昭和20年の12月の吉岡発言の本当の意味というのが分からんですよ。それから五人坊の本当の意味というのが、あれは本当に痛みでおかしになったかというのが分からん。あるいは昭和3年3月3日、これはやっぱり一方では皆様が切磋だという天上の誠の信者様が大勢おったけど、肝心のところにはまだ分からなかった人も、セサミ量産というのはおかしい人間じゃないよ。でそのためにですね、まあ、ここにもちゃんと書いてますが、昭和3年にですね、まあ、はっきりですね、セサミ自らが肝心の弥勒さんが沈黙しとるのを一体どうするんだということで、ね、はっきり昭和3年6月15日にいろいろ応対やなんかおかけください。それから特に、ね、この人のあれですか、天地の神殿一体にとどまりて神業を遂行する神人を称して人という、人は神殿なり人はとどまるのいない、故に人とは現代学上大神人なり、和歌山原なり聖地エルサレムなり、天地間唯一の神つまりますに二人を称して人とこそ言う大元の光領に言う、神は万物不変の霊にしてと、これはわしやということを摂さん自ら言うと、それはやっぱり摂さんに対するこの信仰の善良な方々は摂さんを弥勒さんだと信じておりますが、肝心のところはあやふやだったんです。そしてその後昭和10年のですね、わざわざ高木、まあ、亡くなった高木加納先生を使いしてですね、こう今神岡に立ってる神岡の教師に立ってるその教師をわざわざお立てくださった。でそこに歩みの教師と神岡の神の普遍的な意味の教師と分けて一
一つはそういう差があるんだ。一般のものは神奈川って言っていくでしょ、わしに神奈川って言って、その誠の一つ、それに神奈川ものはもう普遍的な人、そのようにはっきり分けておられるけど、肝心の、まあ、デクさんのなんだけど、資産時代に資産を認めよう、記録さん何人でもおるということは記録さんじゃないわ。この隅にまだ天を押したこの唯一の天の御様はゼロですよ。右側の記録さんじゃ言うわけや、認めよう。これには何じゃないですか、ね、これはやっぱり時期ですね。やっぱり三代様もですね、二代様の時はそんなことない。二代様に私呼ばれまして、ね、私と二代様と本当に、二人だけの時にこうおっしゃって、確かにな、神壇に外れたようなことしたりな、勝手なことをしようったらな、私これやる、大元で本当の神様なら海藻の説得の力がないんだよ。それほど本当は教えても厳しいな。そういった直接ご指導を受けた方じゃないでしょ。だからもう勝手にですね、勝手にその会社の、そこにまあ大元の教えというのはものすごく厳格なんですよ、厳しいなんですよ。だけど本人がそれだけの信仰的体験もしてないし、そんだけこれやっぱり大元は残響老根の教えですよ。ある程度に本当に皆さん方も勉強しなきゃあかん。特に物語のあの実感ですよ。ヨアとゴヤミとナリハテテのアリランが全部の真理をですね、仏教から儒教からキリスト教から、それはもうアインシュタインからですね、アインシュタインはもう体も弱いから分からないんだけど、全部魅力はですね、包含して時代一に自分は教えを信じを解くんだという説ですね。これはね、容易な教えじゃないですよ。こんなこと言うな人がどうやりますか。こういう人でも2000年の前、当時の地球が丸やったか三角やったか四角やったかわからない、これほど科学が進み一般のレベルが高くなった情報が出たのにね、行くともせん、あの魅力の教えというのはね、大変なことですよ。これから本当に大元の真理というのは分かってくるでしょうね。それは科学者も分かるでしょう。それはもちろん人文学者も分かってくれるし、一般の救いの元の方にもどのように分かち果たしていくか、これはやっぱりね、ものすごい世界的にはこれはもうまちまちいろんな面があるんですね。それにどう答えていくか、これはやっぱりよく言われるよりも勉強してるんだよ。ところが今世界から大本さんどうですか言う中でね、この根本の40字余りの教師の大本教師が一番エッセンスですよ。これさえまちまちでしょ。弥勒様の出会い方でもまちまちでしょ。こんな不真面目な仕事ってありますか。思い方これのとき私はここ帰ってくるし、あ、これじゃない、今度ダブルですかね。これ一来99年の中においてね、弥勒さんを否定するような、しかも一番大事な本山の教師を否定するような、ね、説をしたものは誰よ、まあ、名前挙げたらこれは具合悪いさかい、感情論になったら具合悪いさかい、喧嘩はしてないだけね。教義論争は態度もいいけど、人間の感情まで巻き込んだら、これはもう虚偽論争だな、感情されてる。それじゃまずいだね、まあ、そこは遠慮せんのに、どういう表現しようかなと思ったんだけど、ことですね。それとね、私一番言うと見ず、そんなに言うたことないけど、せっかくの大事な質問だけど、最初は良かったですよ、出だしは良かったよな、これ。
どうぞお守りましょう。政治を守りましょう。おいしいよ、もう。子供が実際守ってないんやな。これはね、神に対する三つ張りですよ。人間はごまかしてもね、神様は言うこと聞いてないわ。どうぞお守らん。教団のありがちじゃないんです。信仰というのはね、個人の信仰でいいんですよ。個人というものを大事にしなきゃいけないから、個人の意思の自由というものを尊重しなきゃいけないから、正しい宗教というのはね、教団というものを成り立たなきゃいけない。教団と自分というものを絶える切磋琢磨の集団とし、道場とし、協業を喧嘩し、いろいろ行事、そこに初めてこう、構成するんですね。自分を切磋琢磨することに使われていくことができる。愛の教えというのはやっぱりそこですよ。横のつながりと縦のつながりを持っておかなきゃ、教団者は成り立たない。ところが、それは神様のおかげ、それはお取り次ぎは、まあ、この続いて、水野先生がこうして、ご指導されますけどね。やっぱり、おむすびの御神、それから、神奈川真道弥弘、そして神奈川魂ありませんという、やっぱり魅力の唱え方というのは、これはやっぱり私は正しいから。それはどういうことかというとね、ほら、いざどこもいない。あんまりお一人のために、時間かけてもったいない。もう悪いから、それじゃあ。大元は自教であり、宗教でもある。説法は王道大元というか、二つの大きい面が、信じようと信じまいと、宇宙の真理には乗っ取らなきゃ、発展にならないですよ。仏教的にはこれはダルマです。だけど、大元は宗教法人になっているだけ、その恩典をもっと利用したらいいわけです。あんまり宇宙の真理主義言うとってのはこれは哲学になってしまう、思想になってしまう。ある社会の一定の人々はそれで納得してもね、大衆というのはそんな考えるので早く助けてくれないでしょうです。そういう方々も大事です。そうするとやっぱり宗教的なあれになる。そうすると宗教というのは、宗教というのは一体何か、宗教の定義は一体何か、一般的に言えば神と人とのつながりという、神と人とのつながりではないかというと、愛によってつながりという、でこういう定義ですね。そうするとこの救いの神の愛の教えというのはどういう形で人間に伝わっていくのか、これは一つは教えであり、一つは奇跡ですね。あるいは敬意というと、三大学その一つの敬意ですね。それでこの神の敬意、それを悟れる。あるいはなかなかそう悟れるのは、予言警告を敬意によって、まあ、びっくりしてですね、ああっと、そういう尊い、ですからそこには神が人間において宗教様、これは奇跡であり、救いも教えたものですね。そのようにですね、やっぱり先ほどの宗教は人間から神になることはできない。そんなことないわ。日常しているようなものがありえない。それはまあ後でいいけど。で、後で言うので今でもいいけど。つまりね、そういうじゃいけないけどね、まあ、差別とか、宗教に差別とかいうと言われる。分かりやすく言うとね、宗教には対抗
ます。まあ、本を読んでみまして、ね、大体3種類に分かれることができる。大体それも、それは先ほど言った土着的な宗教、ローカル宗教です。土俗宗教、土俗宗教具合があるけどね、定説したいけど、まあ、日本では柳田邦夫先生あたりがそういう民衆の慣習、いろんな調書でこう神祭りなんか、それも大事なんです。それも宗教の原宗的な宗教。それが今度は日本の神道というのは民族の宗教ですね。民族の宗教ですね。大和民族の宗教ですよ。大体ね、これ。それからそれを抜け出して、キリスト教とか仏教みたいな世界宗教、どこでもこれ通じていくわけです。宗教というのは日本だけですよ、これ。いや、それじゃない。戦争中はそれはシンガポールに取り立てたり、ね、毎日あたり勝手に作り立てて終わりに、それが起こるはずですよ、これ。民族宗教だから。そして天皇陛下と明治天皇陛下とアメリカラソンみたいな、おかみに住宅で、それは無茶だ。それは無茶です。日本のことは、それじゃそういう宗教どうでもいいんだけど、それはやっぱり皆さんが全部包んでくる。大事な。とともに、それだけによって国境を越えて、世界を一つに結び、宇宙を一つに結ぶ、宇宙を創造の巣の神の教えです。そういう意味で三刀流なんですね、三刀流。で、そこに神は、一つの人類ですよ。人生における人類。人類に対して教えをされたもの。この教えの、されたものは、いつも、狼であり、水の狼であり、ね。そこに、太子様、聖様の菩薩神が。とともに、聖様は、やはり、大事な点はですね、ここにもちょっと書いてますわ、ここにも。お茶だけにも、ちょっと書いてある。これ、一代一理です。二代三代の貢献にあるんです。出て書いてある。つまり、古参のために、古参ですね。本当の本才というのは、天のために地に打たれてこの度のお天体を打たんです。その本才を打つのいかにも力がない、僕たちの見事に力がないじゃない、私が手伝いやがる。そういう意味がじゃなくて、そのともにですね、地上天国の魅力を作るために力を合わせてなりたいわけ。そういうことを考えますときに、聖様の水と水に対する神様、佐野の言うの天の神様、三元一家の救いの神様としての立場というのをもっと、まあ、強調せなければいかん。でそういう面は救いとしてですね、強調されています。で、その教団をずっとここから人間に突き立てるための本源心としても現れました。それと今度は宗教の一番大事な救いとしてですね、横の救い、救済としての魅力の神様、佐野の神様、この縦と横相撲を教えたらなった。そこに国がされて、旗の始まりは田んぼの前でというわけで、旗の仕組みが経緯が進んでいく。そういうことを考えますときに、教団というのはどうしてもなかなかない。教団というのはどうしてもない。そこにやっぱり大本は代々みんなが泳ぐじゃん。そして七人の女神がこう生まれ変わった。そういうことを継承された。そういうことを考えますときに、本源心としてご出現ください。縦の仕組みと、そして今度は魅力の世を建てたまえ、救いの信教の基本を成就したまう魅力の神、佐野の、日本的に言えば佐野の狼神、普遍的な仏教の狼に言えば魅力の、天の魅力の狼神だということに、まあ、なるわけですね。でそういうわけで、この教団を永遠に続くとともに、その救いの働きというのは三で一貫の働きですね。そういう面でですね、やはり魅力の神を称えるとともに、現世の教団をどのように正しく永遠に受け継いでいくか、こういう面で
大御堂様を見かけたともに、大御堂様を見かけたときは、八百万の神様も拝願しているとともに、正しい神様も拝願しているとともに、特に本源神と救いの神というようにこう特徴になった。それが物語の47巻、48巻までにはっきりと書いた。で、そのようにね、縦と横というような面で、本源神と救いの横の神様というふうに大体考えていったら、それは分かったような分からんようなね、何遍言ったんだから、分かったような分からんような気がするんだけどね、大体分からしてもらわん。で、本当はね、宗教神は理屈じゃないんだからね、分かったような分からんようなところが本当は、いいんですよな。分からんと思ったときはまあ分かったんだって、ご責任あるんだけどね、そう簡単に分かるもんじゃないんだけど、まあそこら辺だと思う。それはまあ自分の知恵、聴覚、見たものを磨いたらだんだん分からなくなるということだから、まあ、そこら辺のことが言ったり、なおさらいろいろありましたら、また後で個人個人に何してください。どうもありがとうございました。まだご質問希望の中でいらっしゃいますが、この後の時間のスケジュールもございますので、これでエイ先生の講座を終わりいたします。ご一緒に礼拝を。